日本にとどまらず世界にも店舗を展開する洋菓子店シェ柴田のオーナーシェフ、世界の柴田武史。常にスイーツのことを考え新しいことに挑戦し続けている柴田シェフがまた新たなことを始めるという情報が入ったので、その真相を確かめるべくシェ柴田へ。こんにちは。こんにちは。実は岐阜でね、岐阜で新しいプロジェクトやります。新しいプロジェクトですか、うん、ついてきて言われるがままに向かったのは岐阜県恵那市。こんにちは。こんにちは。ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。はい、ここ新しくできるカフェなんですけど、ちょっと商品の開発とプロデュースで、商品のチェックです。今日は恵那市に本社を置く栗和菓子専門店恵那栗工房良平堂。地元で採れた栗をせいろで蒸し上げ、毎日一つ一つ手作業で作っている栗きんとんや、日本ギフト大賞にも選ばれた干し柿の中に栗きんとんが入った栗福柿などが看板商品。恵那市の特産である栗の魅力をもっといろいろな人に知ってもらいたいという思いから、工場の横にカフェをオープンすることになったそうなんです。しかしカフェって洋菓子じゃないですか。パフェとかモンブランとかっていうのは和菓子で、あんこのどら焼きは得意なんですけど、ちょっと苦手な分野なので助けてもらいます。そう、良平堂は創業77年の老舗和菓子店。経験豊富な和菓子職人は数多くいるのですが、肝心の洋菓子作りはスタッフ全員が未経験。そこで地元をスイーツで盛り上げる者同士、以前から面識があった柴田シェフに相談を持ちかけたんだそう。岐阜の多治見の生まれだし、シェ柴田の本店の多治見ですし、そんなところでは同じその岐阜のまあスイーツっていうのをね、さらに盛り上げていきたいなと思いました、ね、これまで数えきれないほどの商品開発に携わってきた世界の柴田が一肌脱ぐ。良平堂スタッフが練りに練って考案したレシピの数は10種類以上。中でもお店の看板商品候補であるパフェを柴田シェフがジャッジ。お願いします。はい、これはですね、モンブランソフトクリームのパフェなんですけども、真ん中のその茶色く見えるの和菓子に使っている焼き芋のあんとソフトクリームなんですけど、ちょっと甘いが続いてたので、少しヨーグルトも添えてまして、さっぱり感を気持ち出したつもりで作ってます。この上に栗きんとんのペーストでモンブランクリームを絞ってます。こだわりは甘くなりすぎないようにヨーグルトを入れて爽やかさをプラスしたこと。柴田シェフの反応やいかに。さすがやっぱりこの栗自体はこの地元の恵那の栗を使ってるっていうところで、香りもいいですしフレッシュな感じがしてすごくいいんですけど、でそこになぜヨーグルトなのかがわからない。生クリームも乳だし、ヨーグルトも乳じゃないですか。酸味は酸味でいいんですけど、アクセントになってないですよね。甘みのある酸味にならないんですか。ただの酸だけになっちゃった。あ、なるほど。同じ乳製品のソフトクリームとヨーグルトを組み合わせたことで、酸味だけが強く残ってしまうと柴田シェフが指摘。改善のポイントは甘みのある酸味ということですが、甘みのある酸、フルーツのピューレみたいなもの、ゼリーに使っているピューレってあと何？ゼリー作ってるんです。良平堂もゼリーを作っていて、うん、持ってきます。多分ね、あるのを全部見せてもらって、その中で僕が組み合わせて作った方があるじゃない。これ使ってるんだ。はい、このピューレが自体僕も使ってるやつなんで。
そう言って手に取ったのは、陽平堂のゼリーに使用しているアプリコットのピューレ。うちが今年からモンブランにアプリコットっていうのをアクセントで入れてるんで、ちょうどこれもアプリコットなんで、これをちょっとテストで使ってみます。シェ柴田のモンブランにも使用しているというアプリコットのピューレを加え、柴田シェフ自ら試作。陽平堂スタッフの反応は、美味しかったです。フルーツの酸味が合うな。アプリコットって思いません？なんかよく世の中こうキウイとか、なんかね、あのそれこそブルーベリーとかあったんですけど、まあ会社にアプリコットのフィルがあって、それが使えるって全く考えてなかったです。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。頑張ります。世界的な有名パティシエのアドバイスを受け、試行錯誤することおよそ1ヶ月。そして迎えたオープン当日、再びお邪魔してみると。近藤さん、おめでとうございます。柴田さん、お忙しいのにありがとうございます。こちらになります。はい、よろしくお願いいたします。柴田シェフのアドバイスを受け完成したのがこちら。アプリコットピューレの甘みのある酸味がアクセントになったモンブランパフェ。まあ、アプリコットの酸味だけじゃなくて、結構その果肉感をすごく感じる。を食べてて飽きない。やっぱり栗の香りが違いますね。他にも刻み栗をたっぷり振りかけたミニサイズのパフェや、栗きんとん3個分を使用した大福モンブランなど、栗尽くしのメニューにお客さんも大興奮。もう栗の香りが高くて、でもあっさりしてすごく美味しかったです。口触りが滑らかで美味しかったです。また来たいと思います。本当にこの地元にね、こういうエナに美味しい栗がある、この東海エリアの人、知らない人まだいると思うんですけどね、食べてもらいたいなと思いますね。世界のパティシエ柴田武の挑戦はまだまだ続く。